リカルド・ゾンタ、ルイス・リカルド・ゾンタ、1976年3月23日帯は、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身のレーシングドライバーで、ある。父親のパウロは、ダートレースを趣味とする、アマチュアドライバーで、同時に、ゾンタが幼少期を過ごした時期は、ブラジル国籍の F1 チームフィッティ・パルディも存在しており、ネルソン・ピケ、アイルトン・セナが活躍していた時期でもあり、 そうした影響から、ゾンタは、レースに興味を持つようになった。1987年、10歳の時に、父親からカートを与えられ、初めて参戦した、カートレースで優勝した。翌1989年は、地元栗バのカート選手権で、ランキング2位となり、1990年には、パラナ州選手権で、チャンピオン。さらに1991年には、 ブラジルカート選手権を制した。1992年にはサンパウロカート選手権を4位で終えているほか、気まぐれ的にツーリングカーレースにも数千のみ参戦している。1993年にフォーミュラカーレースにステップアップし、フォーミュラオペルを1年戦った後、1994年にはブラジル海参選手権に参戦。翌年にはブラジル海参選手権と、 南米海産選手権で共にチャンピオンとなる。1996年、ヨーロッパへと移り、ドラコレーシングに所属し国際海産戦への参戦を始め、初年度はランキング4位、翌1997年にはチャンピオンに輝いた。1997年は、海一の上段チームとテストドライバー契約を結んでいたが、1998年については、 1996年から始まった国際ツーリングカー選手権 ITC にメルセデスベンツから参戦していたともあってメルセデスと関係の深いマクラーレンとの間で第一テストドライバー契約を結ぶこととなるベースドライバーとしては1998年は FIA GT 選手権 GT1 クラスに大ベテラン クラウスル・ドビックとのコンビで、AMG メルセデスチームから参戦し、その年のチャンピオンとなった。こうした経歴から将来を職望され、FIAGT 選手権を制した1998年10月、翌年からの F1 参戦を目指していた、ブリティッシュ・アメリカン・レーシング、バーとの間で、性ドライバーとしての契約結び、第一デビューにこぎつける。 1999年にバースーパーテックからジャック・ビル・ヌーブのチームメイトとして新チームと共に会一デビューを飾った。しかしながら同チームが用意したバー01シ,シーは戦闘力、信頼性ともに欠けており1年を通して苦戦を強いられた。加えてデビュー2戦目の地元ブラジル GP でフリー走行中のアクシデントより足を負傷したことでブラジル GP 予選 決勝に加えて、第3戦から第5戦までの3戦を欠場せざるを得なくなる災難にも見舞われた。第12戦ベルギー GP 予選では、スパフランコルシャンの名物コーナーである、オールージュで、大クラッシュを演じてもいる。チームメイトのビルヌーブも全く、同じ場所で同じ形のクラッシュを強いるため、車体の問題が疑われた。結局、第1デビュー年は、 ビルヌーブともども入賞すら一度も果たせずに終わる。2000年もバーチームに残留。この年はチームがホンダエンジンを得たこともあって、開幕戦オーストラリア GP でビルヌーブとのダブル入賞となる6位でいきなり初のポイント獲得を果たす度、3回の入賞を記録し、年間ランキング13位でシーズンを終えた。なおこの年、前年に大クラッシュを演じたスパ・フランコルシャンにおいて、 トップから集会遅れのゾンタを挟んで、ミカハネンがミハエル・シューマッハを追い抜いた際、20世紀最高のオーバーテイクとも歌われるほどの追い越し劇が行われたが、両者に挟まれる形で集会遅れにされたゾンタは、結果的にこのパッシング賞を世界で最も近い場所で見届けた観客となった。2001年は、レギュラーシートを失い、上段に移籍して、 再び同チームのテストドライバーの座につく。このシーズン、ハインツ・ハラルド・フレンツェーンが、フリー走行でのクラッシュの影響で、出場を取りやめた、カナダ GP と、フレンツェーンが解雇された、直後のドイツ GP の2戦に、大役で出走した。2002年から2003年にかけては、第1から1時離れ、スペインのワールドシリーズバイ・日産に参戦。2002年には、 同シリーズのチャンピオンを獲得した。2003年途中から、今度はトヨタのテストドライバーという形で、会一への復帰を果たす。2004年もトヨタのテストドライバーを務めたが、この年の規則改正により、第3ドライバーとして、各グランプリの金曜フリー走行でサーキットを走り、データ収集に努めた。シーズン後半。 第12戦ドイツ GP 後にクリスチアーノ・ダマッタが解雇されるとその代役として5レースでシートを得る。波乱の展開となったベルディ GP ではレース終盤まで4位走行し久しぶりのポイント獲得が期待されたが惜しくもマシントラブルによりリタイアを喫してしまう。シーズン終盤の日本 GP では翌年から移籍することとなっていたヤルノ・トゥルーリにシートを打ったが最終戦を待たずに 日本 GP でオリビエ・パニスが引退したために最終戦の母国ブラジル GP に再び出走した。2005年は同じくトヨタの第3ドライバーとして前年同様金曜フリー走行に出走していたがアメリカ GP でラルフ・シューマッハがフリー走行中のクラッシュの影響で欠場することとなったためその後の予選から代役を務めることとなったがレースは ミシュランタイヤがレース走行に耐えられないという問題が発生し、他のミシュランタイヤ使用チームと同様に、フォーメーションラップ終わり後にレース撤退を余儀なくされた。2006年もトヨタチームに残留し、同チームにおける4年目のシーズンを過ごしたが、前年にチームがランキング4位を得たため、この年は第3ドライバーとして金曜フリー走行に出走する、機会も預かられず、 表舞台に出ることはなかった。2007年は、トヨタチームを去りルノー海一チームとテストドライバー契約を結んでいる。しかしながら、海一の新たな規則改正によりテスト走行の機会が極めて限られるためもあって、ルノーでの仕事と並行して母国ブラジルのストックカーブラジル選手権に参戦することを表明しており、フルタイムのレースドライバーとしては、ワールドシリーズバイ日産以来、 実に4年ぶりにサーキットに復帰することとなる。2000年ベルギー g p ではトップ走行中ミスにより後退したミカハッキネンが当時タイトルを争っていたミハイルシューマッハを猛追し劇的なオーバーテイクの末にトップを奪還するといハイライトがあったがこのオーバーテイクに際しては外側から来るシューマッハと内側から来るハッキネンにゾンタが挟まれる形となった。余談だが ゾンタはシューマッハがオーバーテイクをするために外側を開けておいたが、8記念に対してはスペースを開けておらず、二人に挟まれることは全くの予想外であったため、驚きのあまり無線で、あいつらクレイジーだ。と叫んだという。このオーバーテイクの映像はゾンタの車載カメラからの映像も残っている。地元クリチバのクリチバサーキットには、ゾンタの国際会3000、 FIAGT 選手権、ワールドシリーズ by 日産などにおける活躍をたたえた記念碑が存在する。これは2003年にワールドシリーズ by 日産が動作アーキットで開催された際に置かれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。